お花紙で超簡単にできるすす渡りの作り方です。すす渡りの目は丸シールを使います。黒目は白いシールを黒マジックで塗るといいです。黒いお花紙2枚を重ねて真ん中で切ります。2枚重ねのまま蛇腹折りにしたら真ん中で半分に切ります。それを半分に折って輪になっていない方から切り込みを入れます。切り込みはシュレッダーバサミで切ってもいいです。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。お花紙を開いていくときはハンドクリームを指先につけながら作業するとめくりやすいです。開いたら平べったく形を整えておきます。2枚を開くだけの同じ作業を繰り返します。4つ1組にして真ん中に液体のりをつけ貼り合わせます。この時真ん中を強く押さえてください。先のツンツンしているところを手で揉むようにしてくしゃくしゃにします。丸く形を整えてから丸シールで目を貼ります。ぎゅっとつぶった目やニコニコの目は白い丸シールにマジックで直接書いて貼りましょう。たくさん作ってハロウィンの飾りに使うと可愛いです。